続きまして4問目でございます。今年は豊島区新庁舎が完成したそうですね。新庁舎の今後の活用方法、旧庁舎跡地の利用方法など、今後の豊島区の開発に関する考えをお二人からお伺いしたいと思います。この問題は島田さんからお願いをいたします。私もつい先日新庁舎を見学に行ってまいりました。豪華な庁舎でよかったねというふうに一緒に見た方が言ってる方もおられましたけれども、見学しながら維持をしていくのはどれだけお金がかかるのかなというのがちょっと心配になりました。そして区民が本当に利用しやすい庁舎にすることが大切だというふうに思っています。現在進められております現庁舎跡地活用については、区民の税金をつぎ込んで民間企業に現庁舎跡地を借りてもらう、つまり民間企業の儲けに貴重な区有地を差し出す、こういうものではないかと私は思います。最初に区民に新庁舎を建てると説明された時には、現庁舎の跡地を50年の借地で25年分先取りして10億円お金が儲かると、こういう説明でした。しかし現在実際にそうなっているでしょうか。そうではありません。新ホールを作るとか、いろいろな形で税金を投入して新しい現庁舎の跡地を借りてもらうためにまた税金をつぎ込もうとしています。こういうことは区民の皆さんの意見を聞いてもう一度再検討すべきだと私は思います。新庁舎の活用と言われてもピンときませんけれども、庁舎は区民が手続きや相談に来て必要なサービスを受けられる、そういうことが一番大切です。その区民の要望に応えていくように、いろいろな形で意見を聞くということが大切だと私は思っています。身近で区民が利用しやすいこういう庁舎、超豪華とかそういうことではなくって、区民が最も利用しやすい庁舎、そして今までの場所から行きますと、巣鴨方面から来る人は一度バスに乗って池袋で降りて、もう一回バスを乗り換えるか地下鉄に乗らなければ庁舎に行かれません。今の区庁舎とはちょっとやっぱり条件も違ってくると思いますし、東池袋の駅とつながっているということで、私も見学した時歩いてみましたけれども、なかなかその確かに雨には濡れないかもしれませんけれども、地下をこうずっと駅まで行くというのも大変ではないかなというふうに思います。そういう意味では区民の意見を十分に聞きながら、最初に説明したように、区の税金をつぎ込むのではなくて、もっと区民が利用しやすいような現庁舎の跡地ももうすでにお金は払ってしまったわけですから、もう一度見直して区民のために使えるような、そういう開発をすべきではないかと私はこのように思います。以上です。はい、ありがとうございました。では高野さんお願いします。4年前の区長の選挙の時に、島田さんと私立候補いたしまして、島田さんは庁舎反対という形で区民に信を問われたわけであり、私はこの現在の庁舎がこのまま一番23区でも古くもう限界が来ている庁舎ですから、これは区民のためにも建設をしなければならないというような形の中で、思い出しますけど4年前そういうような形で、区長選をやらせていただいたわけであります。そしてこの4年間、あっという間に過ぎたわけでありますけど、この間、新庁舎の建設が着実に進んで、そして先月の23日には落成式、そして6日間は、区民の方に見学会内覧とかで見ていただきました。この新庁舎は今言ったようにですね、税金を投入した庁舎じゃ決してございません。当初から申し上げているようにですね、その市街地再開発事業の手法を活用しながら現庁舎の資産活用によってですね、まさに区民に新たな負担を負わせることなく、この庁舎が出来上がったわけでございます。確かに不動産の景気の動向等々によってブレもございました。
けれど現在の庁舎を有効に活用しながら、そして新庁舎を作っていく、そして一体的にマンション一体的な庁舎、これはこの方法しか、我々がまさに借金をしないで税金を投入しないでやはり作るというような庁舎はこの手法しかなかったという形の中で進めさせていただきました。この間もちろん区民の皆さんの意見を十分聞いた上で何回も何回も説明会もさせていただいて進めてきたわけであります。そして現庁舎もですね、おかげさまで、この私たちの池袋の価値というものを非常に高く評価していただきまして、我々の予定している金額より非常に高い金額で、この開発が進められるということになったわけでございますので、今いろいろとマスコミ等々でも取り上げられておりますけど、決して区民に負担をかけたそういう庁舎じゃないですし、また、豪華な庁舎でもございません。いかに区民の方が利用させて気軽に利用できるか、まさに、仏作って魂入れずにならないようにしっかりとこの区民の方に十分にご活用できるようなそういう庁舎の建設と現庁舎の計画が進められてきたということであります。以上です。ありがとうございました。はい、島田さんお願いします。今区民の税金は1円も使わずに現庁舎の跡地活用で、赤字にもならず庁舎は立ったというふうに高野区長はおっしゃいましたが、本当にそうでしょうか。最初に私が言いましたように説明された時には、現庁舎の跡地活用で25年分のお金をもらって、そして、庁舎はお金を使わずに立つということでしたけれども、現在の新しくできた、庁舎、本当に区民の税金は使わずにこれしか活用がないと言いましたが、できた時にマスコミがいろいろな形で今上に分譲のマンションがたくさん建っていますよね。でそれがいかにもなんか区に収入が入ったような形で豊島区は儲かったんだという報道したマスコミがたくさんありました。私はたまたま NHK の報道したのを聞いてたもんですから、すぐあれは私は反対運動してきましたから、あれは豊島区にはその分譲のためにお金は入っておりませんと、よく事実を調べて訂正をしてくださいっていうふうに抗議を申し入れましたけれども、皆さんも区民の方も分譲マンション売れたから よかったんじゃないとか儲かってるんじゃないっていう人もたくさんいます。それは違うと思います。そして現庁舎の跡地、高いお金で借りてもらえることができたというふうに区長はおっしゃいましたけれども、これも当初予定された金額に比べるとうんと少ないですし、しかも70年の借地権ということになっていると申し出があったというふうに聞いています。70年経って高野区長もそうですけど私もそうですが、その当時、賛成した区議会議員も含めて誰も生きていません。誰が責任取るんでしょうか。こんなことを考えると私はとてもこれからの庁舎は心配だなというふうに思います。以上です。高野さんお願いします。なかなか噛み合わないこともあろうかと思いますけど、まずマスコミがそういうような捉え方でマンションでみんな、庁舎ができたというとで、これはマスコミが私たち、別に売り込んだわけでもございません。マスコミが取材の中でそういう報道があったわけでありますけど、組合を作ってそして分譲住宅を上に乗せて総体としてやはりそれなりにちゃんと利益が生まれてくることによって、もちろん私たちも組合員の一人として資産価値が上がったことは間違いありませんし、そして残りの部分は現庁舎で、資産活用にして、そして、その、庁舎が、新庁舎ができたということでありますので、私は、今ご指摘の中では確かに年数借地権定期借地権等々のブレはありましたけど、だけどこの計画がそういうような形の中で、大変言われれば奇抜な方法と言われるかもしれませんけど、今豊島区が借金もしないで
そして、税も投入しないで、そして区民の負担をかけないでやるというような方法の中では、私は、一番、ベターな、方法ではなかったかと思っております。もちろん先のことというのはもちろん分かりませんが、今現在我々が与えられる条件の中では最大限の知恵と工夫と、そして、これらについて信念を持って作り上げたものでございますので、この新庁舎、まさに皆さんと共にですね、本当に次の世代ちゃんと残していくような、本当に区民のためになる庁舎であるというようなことを強い信念を持って皆さんと共に作り上げてきた。もちろん先の責任はどうと思ってというようなことは、これは分からないわけであります。はい、よろしいですか。